朝日放送グループホールディングススカイ A 株式会社スカイ A はスポーツカルチャー番組専門チャンネルスカイ A を運営する衛星一般放送事業者衛星機関放送事業者朝日放送グループホールディングスの連結市会社で創出マスター設備も大阪市の ABC 社屋内に設置されている放送素材編集創出マスター業務は ABC グループの INX が行っている。1 9 9 2年2月、株式会社サテライト ABC として設立、同年8月 CHO としてケーブルテレビ向きに放送を開始した。1994年には CS 版での放送を開始、チャンネル名もスカイ a に変更。1996年よりパーフェク c TV、 1999年により DirectTV で放送開始。2001年9月1日社名を株式会社スカイ A に改める。2002年よりスカイパーフェクティ t v ににおいても同じスポーツを扱う。 J スポーツブロードキャスティングスペースビジョンネットワークなどとともに設立した統計110度 CS デジタル放送委託放送事業者のアクティブスポーツブロードキャスティングを通じ放送開始2006年10月1日よりチャンネル名をスカイエースポーツに変更したが2016年4月1日にスカイエーと再変更している ABC を母体とした 関西発の CS チャンネルとして、主にスポーツ番組を中心に編成している。放送開始は、基本的に午前4時から、翌日未明3時までが基本となっているが、スポーツ中継が多い日には、臨時で、週夜放送を行う場合がある。2013年9月までの朝8時台放送開始の、時は、2月の、猛虎キャンプリポート。 並びに週末を中心としたゴルフ中継がある時は放送開始時間を繰り上げていた。放送終了後は不定期のメンテナンスがある時を除き電波は出し続けるが、開局当初は放送終了後のシニアイコール未明から早朝の開始時間までフィラータイムでスポーツ文字情報とスカイエーのおすすめ番組の情報を発信していた。また、2007年3月で スポーツ文字情報を終了し、4月より2012年7月中旬までは、フィラー放送で、スカイやスポーツの番組情報を発信していたが、2012年7月下旬以後フィラー放送はしておらず、この時間は放送を休止しています。スカイ A に関する情報は、ホームページをご覧ください。という字幕とともに、スカイ A の URL を表示している。プロ野球。 阪神タイガース戦をはじめ、全国高校野球地方大会決勝戦前、試合録画中継、全国大会前試合完全録画中継、アメリカンフットボール X リーグ、男子バスケット JBL、女子バスケット W リーグ、日本ゴルフツアー、格闘技のパンクラスプロボクシングなどといった、スポーツ全般、などの釣り番組や、ビリヤード、ボーリング、料理、 クラシック音楽などの自社制作オリジナル番組も放送している。ゴルフや釣り番組については、ビッグフィッシング、ゴルフ侍、ケンザ山ン、といった多系列曲制作番組も放送している。なお、プロ野球中継、阪神戦については、対巨人戦以外は、ガオラと放送日程を調整している。対巨人戦については ABC が、アン系列地上波で、 全国放送する場合は、トップリレー中継とノーカット録画中継を実施するが、ナイトゲーム中継が関西ローカルとなる場合とデーゲームで行われる場合は完全性中継を実施する。バラエティ番組では、探偵、ナイトスクープなどの ABC テレビ制作番組を放送しているが、2010年代以降はオリジナル番組として、吉本工業以外の芸能事務所が主催する。 お笑いライブも放送している。地上波で長らく全国放送され、2006年3月で放送終了したカトリック系不況番組の心の灯火の放映権を引き継ぎ、同年7月から放送を復活させていたが、2019年11月を最後に放送終了した。また、2004年度まで放送してきた大阪近鉄バファローズと、 旧オリックスブルーウェーブが合併して誕生したオリックスバファローズの主催試合は2005年度より不定期で J スポーツ制作の番組を放送2005年から2011年までは東北楽天ゴールデンイーグルスの主催全試合を中継が行われたが2012年から楽天主催試合は J スポーツ制作に移行したが J スポーツの放映日程調整がつかない場合は引き続き スカイエースタジアムとしてされている。また、随時、スカイエースタジアムとして、他の CS 放送局の生中継の都合がつかない、オリックス、北海道日本ハム、千葉ロッテの主催試合の一部を放送することがある。現在の放送開始動画は2006年10月2日より、ロゴマークの A プラスを元にしたアニメーションを使用しているが、この映像は、通常の放送中でも、 稀に流される。スタンダードである A の他に、ゴルフをする A プラスや、主にアメフト中継時に出る A のアッピーがいる。放送開始、終了時や番組 CM 中のジャンクション、あるいは番組案内のナレーションは、山寺孝一が担当している。2012年7月より、文字多重放送による字幕放送開始。当初はスカバー、HD のみで、 ABC 制作のバラエティ番組で字幕放送に対応しているものに限り提供していたが、現在はリアルタイム字幕放送形式を含めたほぼ全ての番組で実施されている。2012年12月1日、スカパーでもハイビジョン放送と字幕放送及びデータ放送を開始。なお、 ディレクティビーで正式に開局する前の1998年4月から1999年3月まで、ディレクティビー直営のエキサイティングスポーツというチャンネルで、スカイ A 制作のスポーツ番組のみ、同時放送が行われた。野球プロ、野球高校野球大学野球アメリカンフットボール、ウィンタースポーツなどなど、ゴルフゴルフレッスン番組ある時にプロゴルファーが、 ABC プロ野球解説者、元プロスポーツ選手や、ABC アナウンサーにレッスンを行う形式で放送。バスケットボールビリヤードボーリング陸上競技、マリンスポーツ格闘技サッカーフットサルテニスバイクズリ、その他のスポーツ関連番組、ABC テレビの人気番組も放送されている。かつては、ABC アワーの枠が設定されたり、 上沼恵美子のおしゃべりクッキングなど様々な番組が放送されていたが、TVer や GAO で ABC テレビの番組配信が始まったことや、スカイ A の方針変更などにより減少している。平日の午前及び昼間に放送されているが、放送日が祝日の場合は放送されない場合が多い。高校野球大会期間中の熱湯甲子園持ち上波で前夜放送したものを、 翌朝に再放送しているほか、大会終了後に、すべての回を一挙再放送する。また、年末年始にも一挙に再放送されている。なお、地上波で放送されたものについては、この番組は、再放送です。という断り書きをする。ABC からの遅れ日数がある程度縮まってきた場合、スカイ A では、過去の回を放送して遅れ日数の調整をすることがある。 なお、テレビ朝日系列で放送される ABC テレビ制作全国ネット番組に限り、スカイ A で番宣 CM を放送している。その場合は画面上に ABC、TV 朝日系列で放送を表示している。ABC 制作番組でも必殺シリーズやプリキュアシリーズ等過去に放送されたアニメドラマ作品については ABC に権利が 残っているものも含めてたチャンネルでの放送となる。は、QCH、大時代から継続して放送していた番組。以前放送された単発番組は以下の通り。スカイエーでは画面隅に半透明でロゴマークを表示している。現行のものは2016年4月1日より使われている。現在はインフォメーションを除くすべての番組にロゴマークを送り出している。 なお過去には、円形の A マーク、スカイ A の QQ ロゴマーク、赤文字の A ロゴマーク、スカイ A の Q ロゴマークが使われていた。2008年6月17日から創出マスターが更新されたのに伴い、ロゴのサイズが若干大きくなっている。普段は CM 中表示オフになるが、画面上に試合結果を表示している場合は、CM 中でも表示をしている。戦術の通り、 表示位置はハイビジョン放送であっても常に4、3の範囲内で表示しているが、4、3SD でレターボックス放送の場合は、画面の中央寄りにずれる。その後、テレビ放送の完全デジタル化に追随し、16、9の画面端に表示位置を変更した。地震、津波などが発生したときは、画面左上に地震、津波のサインが出される。など。 ありがとうございます。